チンタオテレビ塔。太平山は中国の山東省チンタオ市の産地、景勝地。市内で最も高い山であり、地形は複雑な起伏が見られ、また全体が森林公園としての性格を持ち樹木等の種類も多い。散歩の一つの頂上にはチンタオテレビ塔があり、国家トリプル A 級観光地となっている。 ふもとには、青島中山公園とチンタオ動物園などがある。公式には、真の時代までは、海散と呼ばれていたとされるが、これを裏付ける資料はない。ドイツの咀嚼地だった時期には、イルティス山と言ったが、これは1896年に、唐の沖合で台風のために沈没した、ドイツの宝冠、イルティスを記念したものであった。ドイツは、本国やアメリカ合衆国、日本などから、 様々な樹種を咀嚼地に輸入し、その試食のために、イルチス山に植物試験場を開設した。1914年に第一次世界大戦が始まると、日本軍はチンタを占領し、後にこの山を朝日山に改名した。すでに日本から輸入された黒松や桜がチンタオで初めて植えられていた、イルチス山植物試験場は朝日公園となった。 1922年、北京政府が、タオの支配権を改修した後、平和を祈るという趣旨から、太平山に改名した。1986年、一帯に、太平山中央公園が設けられ、以降何度もの改造を経て、青島中山公園、タオ植物園、動物園、林公園、タオ山公園、百花園、木泉広場の七園区が造成され、 2014年には、チンタオ世界園芸博覧会の5つの会場の中の一つとなった。ありがとうございます。